ういうのめっちゃ好き。もうちょっと栄えてるとこかなと思ったけど全然違うかと。電車の電車あっ、いい感じ。映ってねえわ。映ってない。狭いね。狭いね。いいね。すごい。こういうのめっちゃ好き。でもいつも私こういうとこしか行かないって言って。ほんとだよ。あ、ここか。表参道もついてんじゃん。あ、うなぎが有名なんだ、ここ。あ、めっちゃこの辺ご飯いっぱいある。ご飯いっぱいあるね。いいなぁ。でも、人多すぎるとこあまり。人マジでやばい。人多すぎるとこあそこにしよう。いや、えダメだね。ダメダメ。何にする？うなぎ？うな重。私も定食にする。定食？うん、これ天ぷら定食にする。うなぎは結構ないと。すぐ飽きちゃうからこう匂いって畳かな、あの匂いなのかな、このなんか階段あたりの匂いめっちゃ好きだった、うん。これが生姜。生姜。切るのは生姜で、下はおろし。じゃあ、大根おろし。生姜をちょっと除いて。除いて。うん。ちょっと入れて。混ぜる。混ぜる。いただきます。何から食べた方がいいと思う？俺はね、天ぷらはね、あまり好きじゃないものから食べる。うん、いやでも最初の一口は一番美味しいもの食べたいから、レンコン。レンコン？え？天ぷらの主役って俺エビだと思って。うん、私はエビだね。エビじゃないか。うん、美味しい。去年だったかな、実家に一回帰って、うん、ご飯食べる、こう持って食べたら、うん、行儀悪いって怒られた。なんか付箋ついてるよ。ごめんなさい、多めの人が。すいません。はい。もっと痩せてない？顔がもうこんなんになってる。痩せたかもしれない。これは味、味っていうの？ん？なんていう味？これね、多分ハス？ハス。ハス。あなた好き嫌いないの？あれも食べれる？中国のシュー豆腐。ああ。あんだけ食ったね。エビうまそう。美味しい、うん。食べてみる？いや、いいよ。あ、あそこだ。あそこだ、なんか、なんかあった。入ってみたかった。入ってみよう。うん、ここら辺は多分あんまないんじゃない？さっきの。うん、戻る？戻る、ま、え戻る、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 あの、こや、家はみたいなのが好き？うん、好きです。私も、まあ、路地は好きなんだけど、今のは路地って言えるもんかな。さっきもめっちゃいい。
それ体験体験だね。お、後でやってみよう。やってみよう。体験だったらやってみよう。なんか本物の人だったらちょっと無理だけど。その本物の人刺す、あの殺すとはではなくて、なんてあるじゃないか、日本代表のを目指してるなんか高校生とか。もうこんなとこでやるから。今日はこんな観光地なんで。ちょっと見てみよう。つまみれ、つまみれ、でも生きてる状態だよ。そうだなんだ、ん、あの薬薬あ、漢方とか漢方とか。すごいのをやってる、うん、何公園。公園？で公園じゃない。ライブじゃねえだ。あれかな？そうだね。で、こういうなんかお寺っぽいのいっぱいあるじゃん。ああ。で、結局、うん、何のためのお寺か。あ、いろいろあの役割みたいなのがある。うん。これも？わからない。わからないよ、わからないよ。それは。あ、エマだ。あれこそエマじゃないの？エマ、エマ、ヤマ。結構するでしょう。手作りなんだよね、こういうのは。入り口ここ？うん、そうだね。あ、ここも GoTo トラベルできるんだ。抹茶、温かいお抹茶、温かい抹茶もありました。あとコーヒーフロート、はい、コーヒーフロート、こんな雨降ってる寒い日にフロート飲む人私しかいないもんね。糖尿病になりそう。抹茶ってこんなでかいお皿、もうコップじゃなくてお皿だね。そう、抹茶は絶対こういう、これが多分2週、再来週だから、なんかもうちょっと受けそうな話をしてる。受けそうな話でも言われるよ、タイムプレッシャー、ご飯にあるかな。あ、そうなんだ。昼食とかでよく出たり、そうだ、そうだ、何の話のやつ、通話しててですよさ、最近の、あれで、最近のちょうどコメントに、ね、しりとりしよう、痛み止め、ね、目玉。汚い。ま、ま、メルタマ、マリオ、おじさんのハゲ。いや違う、おじさんのハゲ。おじさんハゲてる。ル。スタバないんじゃない？今日行ってみる？スタバとかあったら。